新城藩は三河国に江戸時代前期に存在した藩。藩主は水野家。居城は新城城。徳川家家臣の水野文長が終わり国地帯より一万国にて入法した。その小本綱の時に上の国安中に違法となった。代わって徳川家家臣、菅沼家が入府した。菅沼家は旗本であったため、以後江戸時代末期までの新城村は、 菅沼家の陣屋町となった。新城城城市天正3年の長篠の戦いで、織田信長、徳川家康連合軍の勝利に貢献した奥平信政は、戦後に信長と家康より称賛された。そして、家康の命により豊川添い家流に、新城を築城することを命じられた信政は、天正四年九月に、新城を完成させた。そして、城下町の建設や、 領内の開発に尽力した。家康が小田原征伐後に関東に移ると、新城は東三河四軍十五万二千国をすべる三河吉田城主として入法した池田照正の支配下に入った。新城には照正の配下である片桐半栄門が大官として赴任、川船による吉田城への両兵教室などを受け負った。一方で野田城を破却した上に、 新城とは別に大干渉を新たに設けるなど、家康勢力下の菅沼や、奥平家の風潮を廃止、池田家の支配色を強めようとした間も推測される。照政が、関ヶ原の戦いにおいて、武功を挙げたため、針馬姫路藩に加造違法となった後の慶長11年6月18日、尾張小川藩より、水野文潮が一万国で入ったことにより、新城藩が立藩した。 和家町の後は、この水の元綱が継いだが、元綱は、商法2年6月28日上の国安中藩に、違法となる。ここで、大名領としての新城藩は消滅した。代わって、慶安元年に、丹波亀山藩より、菅沼沙田ザが新城に入った。菅沼家は、丹波亀山で4万国を領していたが、菅沼沙田が死死なくして創生してしまったため、 本来なら、無つぐ断絶となるはずであった。しかし昭、貞明、貞き、兄弟の祖父である、菅沼正英の功績などを考慮した幕府は、特別の計らいで貞明の弟、貞だざに七千国、同じく弟の菅沼正将に三千国を与えて、菅沼家の加盟存続と、貞だの交代寄り合いとしての大名待遇を許したが、大名とはなれなかった。 菅沼の初代領主、菅沼貞実の時代に、川船の中継地点として栄える基盤が整えられた。この菅沼家からは教養に優れた人物も多く、排出され、菅沼高月や菅沼極水は、松尾芭蕉の門下となった。また、第五代当主、菅沼忠前は、藩校、有教館を創設している。第十一代当主、菅沼貞長は、 幕末期の中で海軍武行となり、幕府の命令でフランスにも留学している。定長の時代に明治維新を迎えた新城は、三河県、稲県、ぬかた県を経て、愛知県に編入された。府代、一万三千国。水野文朝、水野元綱旗本、菅沼定座に菅沼正駅菅沼邸用、菅沼正用菅沼邸前菅沼正県菅沼,沼。菅沼 佐田区に菅沼正田市菅沼光夫、菅沼正田信菅沼正田長、二期賢一監修、工藤博士政編、国別藩と城下町の辞典東京堂、出版2004年344ページ菅沼家は、あくまで旗本であって、大名ではないが、便宜上、旧、新城藩領の後継領主として復帰する。水野文庁参考文献の1、85ページ、 水の元と綱参考文献の1、86ページ。明暦四年武漢官路道文庫急増資料、12オブ43ページ。もっとも、菅沼門戸三州のうち十五位下、初代部、一万国とする記述もある。明暦四年武漢官路道文庫急増資料、39オブ43ページ。新帝関西重州諸課府第六属軍書、類中関西会。 1984年、ありがとうございます。